をご覧の皆さん、毎度北川です。今回ですね、7日間あなたのトラックに乗せてくださいということで、北海道から、大阪に行って、そこからですねまた豊洲に戻るという、ルートをですね、過酷ながらも頑張って取材しているわけなんですけども、今ですね、押田運送さんのですね塩釜営業所の方にやってきております。まあ、そこでですね今430の、途中なんですけども、今結構ねエンカルが結構すごいのがついてたんですよ。これをですね、高圧洗浄機を使いながら今洗車をしている最中を、今ね洗車が終わるのを待ちながらちょっとお車の方をですね見ていこうかなと思います。寒いっすね。まあなんですけどね、まあ、とりあえずちょっといろいろ見ていこうかなと思うんですけど、まずフロントの方から車見ていってもいいですかね。まあ、それと今回ですねなんとご協力いただいているドライバーさん、八幡さんです。八幡さんお願いします。今洗車の方をねされてますね。ちょっと車見せてください。はい、はい、まずフロント側なんですけどもね、まあ、結構綺麗にね、飾られてるお車なんですけど、上が小玉ついてたりとかね、バイザーついてますね、こちらのお車で、カツマーカーですね、どん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 って並んでるわけなんですけども、カツマーカー、まあ、結構ね、レトロチックなものがついてますよね。で、こちら、メイン&ドーンありますね。めちゃめちゃかっこいいですよね。で、文字だったりとかは基本的に全部鈴木工芸さんの方で書かれてるそうですよね。なんかコメントありますか？ごめんなさい、僕これ見ようと思ったんですけど今見れないですね。ちょっと待ってくださいね。なおさんですかね。ご苦労様です、ご苦労様です、お疲れ様です。北海道から今塩釜にやってきてます。これからまだ関西なんでね、頑張って走っていこうかなと思います。コメントなんか来てますか？他来てないですか？またコメントください。皆さん頑張って配信の方やっていきますんで、じゃあせっかくなんで運転席側見てみますか。あ、こんな感じでね、北海道から走ってるとエンカルでよりってよりもうすごいことになっちゃうんですよね。やばいっすよね。もう出る前はピッカピカだったんですけど、もうやられちゃってますね。一日でこんな感じになっちゃってます。あ、気まぐれ葵さんこんばんは、待ってました、ありがとうございます。ニョッキさん楽しみにしてました、ありがとうございます。これそれ何だっけ。ハラッチさんこんばんは、楽しみにしてます、お気をつけて向かってください。気をつけて向かいます。今回ね、助手席に乗るっていう企画だったんですけど、残念ながら僕助手席に乗ってません。ついてびっくりしたんですよ、スタッフさんの皆さんと。あれこれ助手席フラットじゃねっつって、社長これ僕仕込んだでしょこれ、今見てます、社長見てますか、横乗れないっすよ。ちょっとねまた後で室内の方を見ていこうと思います。めちゃめちゃかっこいいですよね、波の絵めっちゃ綺麗ですよね。いや、やばいですね、やっぱりやられちゃってますね、だいぶめちゃめちゃ綺麗だったんですけどね、出る前は。やっぱり北の国に走るとこんななっちゃうんですね。まあリアルな現場をねちょっといろいろ見ていこうと思うんですけど、他なんか皆さん見たいものあります？箱ぐるりマーカーとかですかね。これなんですけど、あの今リレーさせてもらってるんですけど、確かね H3 じゃなくてどこのメーカー使ってたかな、ちょっとまたそれも運転手さんの方に聞いていこうと思うんですけどね、めちゃめちゃ綺麗ですよね。これこのお車の電飾をされている佐野さんっていらっしゃるんですけど、佐野さんが一番好きなリレーパターンだそうで、今リレーぐるぐる回してもらってますね。観音みたいって、はい、観音みたいですって、観音みたいです、観音、あ、観音ですね、観音見ましょう。箱の絵をねちょっとお見せ、あ、ちょっとね洗車してるんでちょっとあれなんですけど、ちょっとね徐々に向かっていこうと思います。はい、
観音なんですけど、観音ね、これで、ね、雪でね真っ白になってたんですけどね、もうちょっとね絵がねなかなか見づらい状況なんですけど、めちゃめちゃ綺麗ですよね。こちらも鈴木工芸さんで描かれてる絵ですね。もう筆でこれ描いてるんですよ、筆で。めちゃめちゃ綺麗ですよね。はい、じゃあちょっとここでコメントがちょこちょこと溜まってきてるんで読みたいなと思うんですけど、うわ、僕が洗車されよる僕が洗車されよる。ちょっとこっち側いいです、ちょっとお邪魔になっちゃうんで。はい、コメントをちょっとね、読んでいこうと思います。本舗いすずギガダーちゃんさん、こんばんは、楽しみにしてます、ありがとうございます。 RY さんお気をつけて、ありがとうございます。頑張ってね向かっていこうと思います。ごめんなさい、これなんて読むんだろう。アイリョウさん、ごめんなさい、もう漢字疎くて。お疲れ様です。やっぱり押田さんかっこよかったです。頑張ってください、頑張ります。1週間ねずーっと追いかけていきますんで頑張ります。隣のトロロさん、エンカルは車を落とすしベタベタして嫌ですね。そうですよね、僕たちあのレンタカーを2台ねお借りして前後でね頑張って撮影してるわけなんですけど、そのレンタカーもすごいっすよ。もうエンカルでやれちゃって、撮影どころじゃなくてもう後ろのあの何ですかね、窓が真っ黒けけになっちゃってて見えないんすよ本当に。カオルさんこんばんは、密着頑張ってください、頑張ります、密着してきます。皆さん逆に聞きたいことコメントでください、僕が聞きますんで。森藤さんはじめまして、かっこいい、ありがとうございます、頑張って密着しております。原石さん観音見たいです、あ、さっき見ましたね。はい、ご意見無用さん、押田さんお疲れ様です、内装が気になります、見ます、内装見せてもらいます、ちょっと許可もらって内装見せてもらいましょうか。村井さんこんばんは、社長から聞きいつも見てます、ありがとうございます。反応かっこいいですよね。じゃあちょっとね聞きますんで、僕が車内見てもいいか。矢田さん、すみません、車内って見てもいいですか。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと運転席側から見る、どっちから見たいですか。運転席から見ますか。運転席側から見ましょう。じゃあすみません、ごめんなさい、失礼します。はい、ドン。めちゃめちゃ綺麗にされてるんですけども、室内もですね綺麗に貼られてますよね。これライト大丈夫かな、照らしてんのかな、見えますか。見えない。これどうしようかな、つけさせてもらいます。上じゃあすいません、室内失礼します。あったかいわ、めっちゃあったかいっすわ。いやー、こんな感じですね、室内がこんな感じ。金華山綺麗そうですよね、内装も綺麗ですよね、原市さん。はい、こんな感じで撮影用の GoPro もついてますね、ナイアガラがついてますね、ナイアガラですね。はい、わ、ありがとうございます。135人の方も見ていただいてありがとうございます。綺麗に貼られてますよ。で、細かいところなんですけど、樹脂のところだったりとかも赤にね綺麗にね塗られてたりとかしてるんですよね。めちゃめちゃいい感じっすよね。で、助手席なんですけど、社長、押田社長見てます、やりましたね、僕乗れないっすよこれ横乗れない社長、僕ここ乗れない、フラットになってますね。はい、トラック好きさん、これがたまりませんねですね。川崎さん、綺麗ですよね。気まぐれ葵さん、シャンデリアかっこいい、かっこいいですね。原市ハラハラさん、細かいところまで丁寧、そうなんですよ、むちゃくちゃ丁寧ですよね、ですね、ほんと綺麗にやられてるんですよ、すごいですよね。そうなんです。で、カメラがですね今ちょっと外しちゃってるんですけど、あんなところやこんなところやいろいろつけてたんですけど、はい、今ですね生放送するということで
外していただいております。なんか他皆さん見たいところありますか？見たいところありますね。まあなんかあれば言っていただけたら、全然お見せできるところは頑張って。あ、そうですね、モンストさん、金火山のオスカーかな。オスカーです。ここで住みたい。ニョッキさん、僕も住みたい。トラック好きさん、すす殺し登録してますよ、ありがとうございます。あのこれジェットラ TV なんで、はい、ジェット井上さんですね。ジェットラ TV 登録お願いします。なんかね、あ、いいですか？ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。じゃあすみません。はい、じゃあカメラをちょっとじゃあ僕がお持ちしますね。ありがとうございます。すみません、安田さん、今回ありがとうございます。ありがとうございます。ね、いろいろ載せていただいて、いろんなお話も聞かせていただいてるわけなんですけど、なんか八幡さんあれですかね、なんか今回ちょっといろいろこう密着させていただいてると思うんですけど、はい、何かこう密着されることってこう慣れないと思うんですけど、そうですね、どうですか？普段こういうことないんで。ですよね。普段こんな感じで密着されることないですよね。ですよね。で今回ですね、なんとちょっと社長様の方からですね、はい、なんかいろいろいただいておりまして、はい、矢田さん聞いてます？あ、ちょっと聞いてます。ちょっと聞いてます？あ、本当ですか？はい、今回ですね、社長からステッカーだったりとかのぼりだったりとかを、なんと今これ見ていただいてる方にプレゼントしていただけるということで、今回ですね、特別に社長様の方からご好意で、ステッカーとミニのぼりですねをプレゼントしていただけることになりました。ありがとうございますですね。でちょっとごめんなさい、八幡さん、これごめんなさい、はい、持っていただいて大丈夫。ごめんなさい、大丈夫ですか？こうですか？そうですね、はい。すみません。でですね、まあなんとですね、今回こちら、じゃじゃん、見えますか？これミスター X のミニのぼり、これをですね、なんと今回社長太っ腹で各10名様にこのミニのぼりと、はい、街道神儀のこのミニのぼりですね、それと街道神儀の こちらのステッカーですね、それとこれさやか丸のこちらのステッカー、あとミスター X のこちらのステッカーですね、なんと今回ですね各10名様にプレゼントをさせていただきますので、ぜひですね、ちょっとね、今まだ概要欄ができてないんですけど、これもちろん動画に残します。ジェットラ TV のこちら動画に残すので、そちらをですね、概要欄を見ていただいて、で、ご応募いただけたらなと思うんですが、ぜひぜひ皆さん欲しいでしょう。なかなか手に入らないと思うので、ぜひね、そちらの方ご応募いただけたらなと思います。はい、なんか聞きたいこととかってあったりとか、見たいところってありますか？皆様あります？ぜひぜひなんかどんどんコメントいただけたらなと思います。はい、じゃあちょっとコメントの続きですね、後ろのライトこれかな、川崎さん、後ろのライトナイアガラですね。これってあれですよね、もう前全然オーナーの方からずっと受け継がれてる、そうです ね、ナイアガラですよね。ね、むちゃくちゃ綺麗なんですよ。はい、ご意見無用さん、改造費はいかほどですか？押田社長持ちですか？これ矢田さん、これ社長が持たれてるんですか？全部正確な金額は、はい、自分もわからない、ね、予想でいきましょうか。予想、予想、はい、あの総額は何桁ぐらいいってそうですかね。改造費だっけ？はい、改造費だけは聞いたんだけど、そう、あの車両全部込みの、車両込みのだいたいいくらぐらいっていうのは聞いた時はけど。じゃあそれ今もうピーですね。今これライブなんで言えないんで、これピーですね。なんか八幡さんだったりとかドライバーさんに聞きたいこともありますか？はい、偽無限右手さん、もらえたら最高。はい、当たることを祈ってご応募ください。
ハラッチさん、プレゼント、プレゼントです。トラック好きさん、いいな、いいでしょう。ご応募ください。欲しいですよね、皆さんね。リアフェンダー見てみたいです。ちょっと一度外行きましょうか。外行きましょうか。あ、ですね、はい、今回、はい、なんかちょっといろいろね、取材させていただいてて、僕思ったんですけど、まあ慣れてないじゃないですか。はい、タバコの本数だったりとか増えました。あ、増えました。ストレスでそんな感じでね、かなり気を使っていただいて、今回取材をさせていただいてるわけなんですけども、あ、来ました、これ、偽無限の右手さん、偽無限の右手さん、ごめんなさい、ちょっと読めないんですけど、トラック乗ってる時の睡眠時間どれぐらいでしょうか。矢田さんにご質問が来てます、はい、それは睡眠時間って大体どれぐらいですか。会社によって違いますけど、多分睡眠時間というか休息時間で言ったら、普通の人の睡眠時間以上には休息っていうか、余裕ある時間はあります。そうですよね、はい、なんか結構ね、フェリーだったりとか乗ってたりとか、なんか結構旅気分かなっていうのが結構今回、今現段階ではね、取材させていただいててそう思ったんですけど、結構そういうところもありますよね。なんか結構自由な時間だったりとか、あと寝る時間も結構あるって感じですもんね。あ、来ました、のりさんです、お疲れさんです、長旅気をつけてくださいって来てますけど、これってお知り合いの方ですか。いや、誰、細野のりさんでーすって来てるんですけど、わかる。あー、にょきさん、禁煙者ではないんですか。これ、禁煙者ではないです。禁煙者ではないです。はい、バンバン吸われてます。あ、パパラッチチャンネルさん、八戸でラッパ鳴らしていただきましたということで、これラッパ、八戸でスライドされたんですかね、どなたかと、お知り合いの方か。今日ですかね、こう、それまたパパラッチさん、ちょっとまたお答えいただけたらなと思います。ダルさん、ハンドルに足かけて寝ますか。あ、短時間で寝るときは足かけるときもあります。短時間で寝るときは足をかけるときもあるってことですよね、はい。隣のトロロさん、八戸に来ました、行きましたね。はい、ETS、 ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、お名前が読めないんですけど、なんかいろいろコメントいただきありがとうございます。ちょっとね、リアフェンダー見たいってことなんで、ちょっと一度外いいですかね。これシフトノブめちゃめちゃいいでしょ。これは、このシフトノブ僕めっちゃ見てていいなと思ったんですけど、これはあれですか、どちらで購入されたりとかしたんです。自分が乗るときに、はい、八幡さん乗るときに工場長が、え、じゃあこれ佐野さんが持ってたってわけですね、これ。え、佐野さん、これ僕にくれないんすか、これを。じゃあもう押田の社長から社長からこれ僕もらいましょうかね。これめちゃめちゃいいですよね、なかなかないと思いますよね。こんな感じの室内ですね、はい、めちゃめちゃいいですね、ありがとうございます。もうね、もう隅から隅まで全部見させていただいて、もう僕は幸せもんですよ。はい、じゃあちょっとね、外に出てフェンダー組みたいってことだったんで、フェンダーを組みましょう。はい、すいません、ありがとうございます。で、フェンダー、こちらのフェンダーですかね。ここのフェンダーが見たいって言ってたんですかね。エンカリやばいっすよね、はい、ね、やっぱり北海道だったりとか、やっぱり雪国に行くと基本エンカリやられちゃいますよね。これ洗車大体どれぐらいかかるんですか。日によりですけど。日により、今日は どんな感じですか。もう流して行っちゃうみたいな感じ。そうですね、今日は時間ないんで、うんうんうん、スチームでエンカリを落として、はい、結構スチームで落ちるもんなんですか。いや、落ち切りはしないです。落ち切りしないんですか、はい、そうなんですね。じゃあそういったところは帰ってきて、そうです、綺麗にスポンジで洗車してって感じなんですね、はい、今これあれですか、なんかエアサスだったりとか、晴れてる状態なんで
ね、下がってる時にこの被り具合がいいですよね。このマーカーテールのところのタイヤとのね、むちゃくちゃここがかっこいいんすよ。またこれ社長、これこだわってますね社長、これだいぶやっちゃってますね。フェンダーはですね、バスフェンダー風に、ね、バスフェンダーに綺麗に作られてますよね。でまたこのサイドバンパーとのこの一体感がまたいいっすよね、これね。また波の絵描いてますし、でこれ僕ね知らなかったんですけど、これ取材するまで、これあれなんですね、ステッカーなんですね、これ。そうですよ、ね、ここだけステッカー、ここだけステッカーでね、これステッカーだそうですよ。めちゃめちゃいいっすね、これね。これサイドウィンカーここもまたいいんすよ。またあの本編で見てください、詳しく言ってると思うんでね。え、言ってあれっすよね、これ編集で綺麗に編集してくれますよね、この部分今言ったんで。だそうです。なんでそちらの方もね、本編の方も見てください。あのまさか今回ですね、社長からあのプレゼントしてもらえると思わなかったですね、今回ね。見ます、もう一回。あれですよね、あの結構あの社長様って普段から太っ腹だったりとかしてる、大盤振る舞いですか。だと思います。めちゃめちゃ優しいですよね、まあ、北川さん、そろそろもう出ないと。そろそろ、え、もうですか。もう時間やばいそうですね。すいません、じゃあ引き続き、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。頑張ってちょっと取材の方やっていきますんで、ぜひ本編の方もご覧ください。ほな、また見てください。ほな、バイバーイ、頑張りまーす。バイバーイ。